ゃあ最後、はい、さっき言いましたね、簡単なまとめとテストが効果的ですと、はい、教材作成のポイント確認テスト一緒にやってみましょう。はい、e ラーニング教材作成のポイントいくつかありましたね。伝えたい、まずちゃんと伝えたいことを決めましょう。学習時間は何分程度、どうでしょう、思い出せますか。はい、10分以内が望ましいということでしたね。そして1枚のスライドの内容を絞って、音声は自信を持ってはっきりと言いましょう。そして簡単なまとめと、これは分かりますよね、今皆さんやってますからね、これです。はい、簡単なまとめとテストが有効ということです。これですね、今こうやってテストしているので、ここの部分ですね、非常に記憶に定着しているはずなんですね。後でじゃあですね、例えばどれぐらいの学習時間いいって言ってたかなとか、ちょっと思い出してみてください。かなり覚えてるはずです。はい、次。パワーポイントの資料作成のポイント。文字の大きさは30ポイント程度が望ましい。そして Z の法則ありましたね、ご紹介しました。ただこういった法則をいろいろ覚えてもらうよりも、講師の先生に事前に何かをしてもらう方が効果的。何でしたっけ？さっきやったばかりですね。はい、こちらです。テンプレート配布するのが効果的ということでした。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんですね、教材作成のですね、ポツご紹介させていただきました。この辺ですね、参考にしていただいたらいいと思いますが、まだまだ終わってないですよ。最後にありますからね、こちらです。はい、動画教材を作るには、今ですね、見ていただいているような動画教材を作るには、まあ、いろんなコツがあるわけです。我々もいっぱい失敗してきました。そのですね、コツについてこれから最後にご紹介したいと思います。はい、まず必要な機材こんな感じですね。端的に言うと照明とカメラとマイク、明かりとカメラと音、これがですねあれば大丈夫です。ただしこれだけだとですね、ちょっとミスったりだとかですね、最初と最後、切りたい時とか厳しいですから、何かしらビデオ編集ソフトがあるといいでしょう。このビデオ編集ソフトはですね、我々基盤インターナショナルでは割と iMovie というですね Mac のソフトを使っています。それからですね、いくつかのお客さんにヒアリングした感じだと、割とですね、Adobe のプレミアというのが人気のようです。これはですね、おそらく Windows で使えるからというところがポイントですね。その他ですね、いくつかのお客様では、Windows 7に標準でついているですね、Windows Movie Maker というものを使ってたりもしています。まあ、このあたりはいろいろあると。自分のですね、手に入りやすいやつ、好きなやつを使っていただいたらいいんじゃないかなと思います。さて、実際にですね、撮影の様子がこんな感じですね。実際にカメラを使ってですね、この講師の位置で撮影をするという形になります。で、この時にですね、実際に逆側から見たらですね、こっちの部分に講師がいるという形で、先ほど見たですね、カメラがこっち側になるわけなんですけども、この時ですね、実はいくつかポイントがありまして、まず照明当てました。これはですね、蛍光灯のちらつきを防ぐっていう部分があったりだとか、あとはですね、実際ですね、ビデオ教材を作った時に、明かりが足りない、なんか画面が暗くなってしまって、ちょっとこう、あまりクオリティが高い感じがしないなっていう失敗が多かったんですね。なので、必ず照明をですね、つけてやっています。喋る方からするとですね、ちょっと眩しいなってぐらいの方の照明の方がやっぱりですね、見栄えがするようです。ただし、この時はですね、ちょっと照明強すぎた。のでこういうふうにですね、紙を貼って、白い紙を貼って、ちょっと照明を和らげてあげました。はい、ポイントその2、こちらですね、プレビューモニターですね。この時はですね、実際に講師の先生がですね、自分が何を喋っているかっていうのを前にあるこのプレビューモニターで見ながら喋っていました。そしてこれよく見てください、カメラのすぐ下にプレビューモニターがあるんですね。なのでこうやってカメラに向かって喋りながら喋ると、こう自然とプレビューが見えるという形になっています。こんな形でですね、プレビューモニター設定してあげると、教材を作成するときにいいです。例えば今こうやって僕はカメラに向かって喋ってますけども、プレビューモニターがこっちにあるとですね、僕はこっち見ながら基本的に喋っちゃうんですね。そうするとなんか教材として微妙だなっていう場合があります。もちろんですね、やっぱりちょっと横道それちゃいますけど、ずっとこうやって喋りかけられてると何かこう売りつけられてるみたいな気がしたりするんですけども、ちょっと視線をずらしてこういうふうにですね、話してあげると、ちょっと脇で聞いてるような形がして自然というものもあったりします。なので、必ずしも前がいいかっていうとそうではない部分もあるんですけれども、この辺はですね、実際の教材の内容に沿ってですね、正しくやっていただければと思います。逆にですね、意図したわけではないのにずっと講師が下を向いているとかですね、それはなかなか教材としてしんどいので、こういうふうに工夫してあげましょうということです。さて、いろいろ言ったんですけれども、ここでいくつかポイントがありますと。まずですね、動画教材作る場合、そもそもどうやって作るの、流れを知りたいというところもあると思うんですね。なので工程についてもご紹介します。
まずですね、パワーポイントであらかじめ原稿を作っておきます。で、講師の先生にピンマイクをつけたら撮影開始。イラーニングコンテンツの場合ですね、基本的になくても10分以内で一区切りつくように撮影しますと。で、この時、ここの赤いところですね。撮影は基本的に1回で撮影して、どもったり言い間違いをしたらですね、再度撮り直します。これ後の工程でもご紹介するんですけども、やっぱり編集作業というのはなかなか大変なんですね。なので、もう1回ですね、どっとやってしまうということです。で、途中で間違えたあーとかうーとかですね、どもったりしたっていうのを後で編集で切っていくの面倒なので、1回通してやってしまう。慣れてる先生だったら例えば10分分のですね、スライド10枚20枚のスライドを一気にやってしまうということもありですし、慣れてない場合ですね、1スライドずつその代わりですね、カチカチと取っていきましょうということです。一気に取ってしまった方がいいです。喋ってる中をこういちいち編集していくのは大変なので、それからパワーポイントで作ってマイクをマイクこういうピンマイクをつけて撮影をするという形になるんですが、ここでですね、一番重要なポイント、マイクです。撮影をしている時にですね、絵が変だとかっていうのは大体見てすぐに分かるので、例えば絵が撮れてないとかですね、そういうことは割と分かります。ただですね、マイクで、まあ、音が全然撮れてないっていうのははっきり分かりやすいんですけれども、どうも音が小さいとかですね、ピンマイクで撮ってるつもりがカメラのマイクで撮ってたとかですね、違うマイクでやってたとかっていうのは案外気づかないことが多いんですね。あと電池が弱くなってたとか。なのでこのマイクの部分に関してはですね、かなり意識を持っていただいてしっかり撮った方がいいです。僕らもですね、このマイクに関する音に関するトラブル多いので、ここは要注意ですね。教材作る方はここ注意してください。はい、次、工程2、撮影が終わったら PC に取り込んで編集作業を実施しますと。我々の場合はですね、この iMovie というソフトをやっていますが、ここは先ほどもお伝えしたように、手持ちのですね、まあ、使いやすいソフトを使っていただいたらいいと思うんですが、この時ですね、僕らはですね、開始と終了を削除して字幕を入れる、それぐらいですね、もうサーバーにアップしています。いろんな効果をいっぱいつけたりとか、そういうことはしていません。仮にですね、まあ、編集やるとしたら、この字幕の部分、例えば機械の操作なんかですね、分かりづらいようなところを字幕でですね、補足をしてあげるっていう場合は、まあ、字幕がっちり入れたりしますけども、あんまりですね、凝った映像は作らないようにしています。これはですね、どうしてもeLearning教材なので必ず更新が発生しますね。そうすると、凝った教材を初回力を入れて作ると更新していくたびにしんどくなっていくわけですよ。なるべく自分たちが、特別な手間をかけないで教材を作れた方がいいので、自然に作れるような形で、ね、作ってあげた方がいいと思います。さて、その時にですね、実際の制作時間です。おおむねこんな感じです。15分ものですね、eLearning教材を作る時の、合計時間はこんな感じですね。まずパワーポイントの作成1時間、まあ、大体ですね、何かしら既存の資料を使ったりするので、それを教材用にちょっと再編集して1時間ぐらいで作ると。その次にですね、 1.5 時間ぐらい撮影時間があります。これはですね、15分ものの教材なんですけども、15分一発で喋ったら OK とかって大抵ないので、4、5回喋りますので 1.5時間ぐらいやっぱり必要になってくるということですね。そして実際に編集してサーバーアップロード、これも 1.5 時間ぐらい。ここの部分はですね、結局、編集作業が少ないようにですね、一発で撮れるぐらいまでやり直すので、基本的に編集作業が少ないと。で、 1.5 時間で済むということですね。で、制作時間がだいたい4時間ぐらいで、頑張れば1人で撮影できます。大抵はですね、まあ、講師とカメラマンと2人で撮影したりとかってことが多いですね。あんまりスタッフを多くすると大変なので、こんな形でやっています。でですね、この時制作時間の時に編集作業が最も時間がかかるんですね。でさらにそのビデオの内容違うよとか、マニュアル動画を作ったのにマニュアル準拠してないよみたいな撮り直しがあると、結局作業が倍になるわけですね。なので事前にストーリーボードや絵コンテなどを作って承認を取っておきましょうということですね。でしかもコンテンツの承認者がですね、撮影に同席できればなお良いです。やっぱりこの絵コンテの部分だとですね、なかなかその思い描いたような絵になってない場合があるんですね。ただコンテンツの承認者の方が撮影に同席していただいていると、いやそこの部分はこうしてほしいとか、ここをアップでとかってですね、指示がリアルにその場でですね、リアルタイムにできますので、同席していただければなおいいんですけれども、これ大抵厳しいので、厳しい場合はですね、こういうストーリーボードとか絵コンテとかを作っておいてください。ちなみにストーリーボード、絵コンテっていうとちょっと難しいかもしれないですけど、こういうのでもいいんですね。例えば今こういうですね、教材作成のコツをやりたい、結局このスライドに沿ってこういうことを言っていきたいっていうことであれば、別にこれがもうストーリーボードになりますから、こういったことでもいいです。
ただですね、機械操作をマニュアルで取るとかですね、そういった場合には、ここを取る、ここを取る、ここの部分を取る、この操作を取るっていうことを、多少ですね、絵コンテに起こしておいた方がいいです。まあ、この辺は教材の内容次第ですね。はい、ということで動画教材作成のポイントをいくつか紹介してきました。ちょっと確認をしてみたいと思います。絵コンテとかストーリーボードを準備しましょう。これさっき言いましたね。でそれからですね、これ言ってないことも入ってますね。1スライド1カットが楽な場合も多い。全部ですね、講師の先生が慣れてればですね、スライド全部一発撮りっていうこともやれるんですけども、講師の先生がですね、慣れてない場合、1スライド必ずですね、全部通しで撮ろうとすると大変なので、こういうですね、パワーポイントベースの動画を使っている場合ですね、1スライドずつしっかり撮っていきましょう。その代わりそのスライドの中ではですね、あんまり編集が発生しないように1スライドずつ撮っていきましょう。で、後でその OK テイクの場合はですね、全部ペタッとつなげてあげると楽になります。それから、機材はカメラ、マイク、照明、カメラ、音、光でした。この時、特に何とかにはトラブルが多い。だから気をつけましょうって言いましたね。何でしたっけ？はい、マイクですね。音声系にはトラブルが多いので必ず、ちゃんとですね、音が入ってるか確認をしてみてください。例えばですね、僕らの失敗例でも、カメラの人がですね、カメラの人にこう音声もチェックをしてもらってるんですけれども、こうイヤホンみたいな片耳イヤホンとかだけでですね、聞いてると、イヤホンしてない方の声から耳からですね、実際にリアルな講師の声が入ってしまうので、こっちの音がすごく小さくても案外気づかなかったりするんですね。なので音声のですね、チェックの方はこう密閉型のヘッドホンをしてですね、撮ってる音声以外が聞こえないようにするとかですね、そんな工夫も必要です。マイク注意してください。音注意してください。はい、最後、これも言ってない万一に備えて予備形を用意しておく。これどういうことかっていうとですね、やっぱりですね、撮影の場合機械なので故障することがあります。マイク持ってきたのになんか使えないよ、カメラが起動しない、そんなこともあります。なのでですね、先ほどの機材はですね、予備系も準備をしておきましょう。そして予備系の機材はですね、できればそのまま隣に置いておくだけじゃなくて同時に回しておきましょう。撮影終わって戻ってからトラブルが気がついたとか、データが残ってるはずなのにどの PC にも取り込めないっていうことがあったりするんですね。なので必ず2系統以上の複数系統でですね、同時に撮影して音声を取っておく、そういったことが重要です。はい、いかがでしたでしょうか。実際ですね、教材の作成についてですね、面白い教材をどうやって作るかっていうのは非常に難しいというか興味深いところですね。どんどん日々進化してレベルアップしていかなきゃいけないというところなんですけれども、今日ですね、ご紹介したところをですね、気に留めていただくだけでですね、かなり分かりやすい教材ができるんじゃないかと思います。逆にですね、我々はこんな風にして面白い教材を作っているとか、そんなことがありましたらぜひですね、私に教えてください。こういうセミナーのネタにしていきたいと思います。はい、それでは本日はどうもありがとうございました。